カテナ、または構成差とは、依存文法の文法きにおける部分連結グラフの、ことである。オグレーディのチェーンに基づき、その名目でオズボーンによって、依存文法に応用される。オズボーン等によって、カテナと呼び換えられ、構成差という訳語が与えられた。カテナとは、語及び連続の直接依存関係にある語の集合の、こと。 5の集合を分の5のどんな組み合わせでも可能である。例えば、ABC からは ABCABACBCABC がすべて可能な集合となっている。可能な集合は式に N-1 で計算される。直接依存とは 5A が 5B に依存すること。例で説明する5の総数は5なので、 可能な集合数は25から1イコール32から1イコール31である。前には、モンノという場所を示しているから、モンノは前にに依存している。黒いは、猫がを就職するから、黒いは、猫がに依存している。同シールの結合化により、場所を表す単位に、2を、場所にいるもの2がを指定するから、前にも猫がもいるに依存している。カテナとなるのは、 以下のものである、カテナでないのは、以下のものである、カテナは依存で定義されているので、語順に触らない。語順に関わる用語はストリングである。ストリングとは、語及び連続隣接関係にある語の集合のこと。ABC があれば、ABC、ABBC、ABC は、ストリングとなっている。しかし、AC は隣接関係がないから、 ストリングとならない。蒸気の例文には以下のストリングがある、ストリングとカテナを合わせれば成分が得られる。成分とは同時にストリングでもカテナでもあるもの。蒸気の例文には以下の成分がある、二つの定義を合わせ持つため、当てはまる語の集合の数が減る。ある成分が全てその根に依存している語を含めば完全にする。 完全な成分を高生素と呼ぶ。蒸気の例文には、以下の高生素がある。高生素という概念は、ストリングカテナ、完全という定義に基づいているので、最も制約されている概念である。そのため、ある例文には、高生素の数は、ストリングカテナ、成分の数より少ない。この特徴を排他と呼ぶ。高精素は、成分より、排他的単位で、さらに、 成分は、ストリングとカテナより、排他的単位である。逆に、ストリングとカテナは、成分より、方眼的単位で、成分は、構成素より、方眼的単位である。その関係は、以下の図が示す、構成素は成分に含まれ、成分は、ストリングとカテナの部分集合である。ストリングとカテナは、基礎的概念で、異なる次元を取り上げる。 ストリングが第一次元の概念で、カテナは第二次元の概念である。区構造文法は、ストリングと構成素しか認めない。しかし、統合論研究には構成素という概念で、説明できないいくつかの問題分野がある。ここでは、四つの問題点を取り上げる。漢用句は構成素として記憶されないことは、オグレーディが主張する。日本語の漢用句白い目で見を例にする。 緑色の語は、肝陽句の部分であり、肝陽句の根は見てである。しかし、高精素になるため、見てに依存するすべての語を含まなければならない。そうすると、彼女を含まなければならないが、彼女は、肝陽句の部分ではない。一方、依存文法では、白い目で見てをカテナとみなすことができる。肝陽句は高精素ではなく、カテナでなければならない。削除とは、 文から何かが欠けている現象のこと。様々なタイプがあり、どのタイプが可能なのかは言語によって違っている。ギャッピングだけを述べる。ギャッピングとは、後者文の動詞が欠けて、残り物は少なくとも2つの構成素でなければならない。後者文の残っている、高精素は、前者文の構成素と、統合論的な平行性を示すが、意味的な対象を示さなければならない。 緑色の飲んでいるは、光舎分に欠けている。グレーのフォント色はそれを示す。削除されている飲んでいるは、目的語コーヒーを含まずに高精素とならないが、カテナではある。削除されるのは、高精素ではなく、カテナでなければならない。術語とは、引数でないものである。むしろ、術語は引数を結びつけ、統語論上では、引数は術語に依存するものである。 緑色の語は、述語で、黒い語は引数である。述語聞かせてもらいたかったようですは、主語太郎は及び、目的語花子にと話を含まずに構成素として、認められないが、カテナとしては認められる。述語構造は、構成素ではなく、カテナでなければならない。手にとは、ある語、または、句が予想される位置ではなく、異なる位置にあること。 転移した語、または、句は元に依存している語と結びつかないことがあり、依存している語と共に構成層を作ることができない。そのため、この現象を非連続性とも呼ぶ。例では、緑色の仕事は動詞やめさせられてに依存しているが、太郎はの前に出れば、非連続性が起こる。例では、仕事からやめさせられてまでの依存枝は、太郎はの当社枝を交差していることは、 その非連続性を指す。太郎はは仕事をと辞めさせられての間に入り、どちらとも依存関係がないから、仕事を辞めさせられてという構成素に含まれない。ゆえに辞めさせられては仕事をとともに構成素を作れない。例は、その問題のグロースとオズボーンによる解決策を見せる。仕事を上がりを受け、結果として辞めさせられてにではなく、しまったに依存するようになっている。 上がり原理は上がりを制約する。上がったカテナが直接依存している後には、上がったカテナの支配者が依存しなければならない。次の用語を区別する、上記の例に適用する、いずれの用語も高精素を指さない。上がったカテナは高精素であることが多いが、そうでない時もある。上がったカテナの支配者と主要部及び上がりカテナは、高精素になれないが、いつも、カテナである。 オーグレーディーハットーズボーンハットーズボーンにある。ありがとうございます。